じゃあ先生先生、はい、もう火もだいぶいい感じになってきたから、うん、もう早速お肉焼こう。そんな早いよ穴彦くん。まださ、ご飯とかこうスープとか使えるお湯とか欲しくない？じらすね、欲しいけどさ、うん、でもさすがに電気もないからそんなことできないでしょう。危ない近い。え、どういうこと？いや、同じエネルギーでも電気以外に火のエネルギーを使ってその2つを作ることができるんです。火を使って？そう、火のエネルギー。どうやって？そうね、気になるでしょ。気になる。普通にこれ缶を、まあ、この上に火の上に置いてもまあ大丈夫なのは分かるかな。まあ缶はね。そうね、うん。じゃあ次この紙皿をこの上に置いたら？いや、紙皿は燃えるでしょ。そう、燃えちゃうよね。じゃあダメじゃない。そうだけど、これを使ってなんと湯を作ることができるんです。いや、もう謎だらけ。それではやってみましょう。せーの、レッツサイエンス&クッキング。まず先ほど飲んだこの缶のこの部分をくり抜きます。これ、ね、指当たんないようにきれいにくり抜いてください。これでお米を炊きます。まずお米を缶に入れます。今回は洗わなくていいように無洗米を使っています。続いてこれにお水を入れます。見えますか？お米から人差し指の第一関節のあたりまでお水を入れてください。続いてこれにアルミホイルで蓋をします。ちょっと大きかったですかね。ね、もう一回行こう。一緒だった。まあでもこんな感じで、これで上を押さえて何回かシェイクします。シェイクシェイクシェイク。それではこれを火の上に置いて15分ぐらい待ちます。何ができるかな。いや、ご飯でしょ。ご飯しか入れてないんだ。次は蒸らすために缶をひっくり返します。これでしばらく待ちます。結果発表。さあ、本当にご飯が炊けたのか見てみたいと思います。じゃあこの蒸らした状態から戻して蓋を取ってみます。さあどうなるかな。あー、こんな感じでちゃんとご飯になってますね。美味しそう。あ、ご飯の匂いする。じゃあこれちょっと開けてみましょうかね。あー、こんな感じです。すごい、炊きたてのお米が、見てください。こんな感じで本当にお米を炊くことができます。それではいただきます。あー、美味しい。ちゃんと炊けてますね。あ、美味しい、ご飯だ。次にスープなどに使うお湯を沸かすよ。お湯沸かすっていうけど、どうやってやるの？まずこの紙皿、これをこの上に置いたら焼けちゃう。そう、焼けちゃうよね、うん、もう熱いです。これ焼けちゃいます。ただしお水を入れて乗せると紙皿が燃えずにお湯を作ることができます。じゃあこれ乗せてみたいと思います。はい、じゃあ先生お願いします。はい、はい、見えますか？少しこのように泡がぷくぷくと出てきました。穴彦くんどう？いや、もう蓋
沸騰した沸騰したねえ、すごいでしょ。え、全然皿も燃えてない。そう、焦げてないでしょ。全然焦げてない。すごい。先生、はい、お湯は沸いたんだけど、うん、なんでお皿が焦げなかったの？それはね、紙皿に水を入れると水の沸点は100度なので、紙皿の温度は100度にしかなりません。紙が燃える温度は300度以上なので、水が入っている限り紙皿は燃えませんということなんです。なるほど、そういうことだったのね、うん、でもさ先生、うん、こんな暑いから、うん、別にスープとか飲みたくないないんだけどね、ごめんなさい。いよいよね、お待ちかねのバーベキューをしませんか。肉肉、はい、ね、楽しみながら食べたいよね。はい、じゃあ早速やりましょう。レッツバーベキュー。いや、どっから出てきてるどうだった今日。いやいや、触ってるとこ気になるけどいやでもね、やっぱ科学とバーベキューが、うん、こんなに密接につながって楽しくなるなんて思わなかったから、そうだよね、すごい楽しかった。すごくこういった身近なところにも科学って役立つから、皆さんもぜひやってみてください。はい、いや先生まだ楽しかったから帰りたくないよ。何お、何すんのそれじゃあまたね、バイバーイ。いや、バイバイって。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。